こんにちは、ようこそお越しくださいました。新しくなったボトルが発売、全国発売されるということで、このイベントを通して、たくさん魅力を伝えていけたらなと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日浜辺さんにはその新ボトルのイメージに合わせた衣装でご登場いただきました。もう登場いただいた瞬間に爽やかな中風が吹いたような気がしたんですが、今日の衣装のポイントを教えてください。はい、ボトルがリニューアルされるということで、天然水の透明感というものを お衣装でも表現できたらいいなということで、透明感のある白のワンピースに水の流れを少し表現した美しいデザインのワンピースをご用意いただきました。いろはすのマークがついたイヤリングをつけさせていただいてます。これがかなりポイントになってるかなと思います。やっぱりスタイリッシュだなという印象がありまして、ロゴが印字されていたりとか、ここのラベルが下に行ったことによりおしゃれだったり、こうカバンにスポッと入れやすかったり、なんかそういうのが便利だなっていうふうに思いました。浜辺さんには実際に新ボトルと従来ボトルの飲み比べ、この場でしていただきましょう。従来ボトルから飲んでいただきましょう。うん、おいしい。すごい水分が染み渡りました。はい、おいしかったです。続きましては新ボトルです。飲み慣れていたのは前回の方だったんですけど、比べてみるとスムーズに口の中にさらっと入ってくる感覚があって、コポコポいう感覚とかも全然なくって、確かにすごくゴクゴクって飲めるような、喉にすごくスムーズに入ってくる、美味しく飲めるなと思いました。全国の水源の中で浜辺さんが何かこう印象に残っている場所であったり、浜辺さんとご関連のある場所があればぜひ教えていただきたいんですが、私が印象に残っているのがですね、奥羽山脈なんですけど、私小さい時にお母さんとテレビを見ていて、カシオペア紀行の特集がテレビで放送されていて、母に大きくなった親孝行を兼ねて家族全員でカシオペア紀行に乗せてあげるねみたいなことを小さい頃に言ったっていう思い出があって、まだこのスケジュールの関係もあったり、コロナ禍で実現できていないんですけど、だからその夢がまだ続いていて、もしいつか夢を叶えられたらその時にカシオペア紀行の中から眺めたいなと思って、また一つ楽しみが増えました。お母さんもすごく印象に残ってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、まだ覚えててくれるんだって私が逆に言われるぐらい、なんかちっちゃい頃に言ったことだから忘れると思っててありがとうって今でもたまに